品たちは東京都港区にて営業していたラーメンを中心に取り扱うフードテーマパークである。京急グループの京急開発が運営していた。2004年12月1日に品たちラーメンメンたち7人集としてオープンした。2006年5月3日にはその南側に隣接する形で品たち丼5人集がオープン。2016年4月に両社を統合し、 品立ち品川としてリニューアルした。入場は無料。品立ち丼御人集はその名の通り、当初は丼物の,の提供店のみで営業していたが、店舗の入れ替わりが頻繁にあり、次第に麺料理をメインとする店舗も営業に加わるようになった。最終的には飲食店12店舗のうち9店舗がラーメン、麺料理をメインに扱っていた。 2016年4月15日にはフードコート形式の出張店として品立羽田がオープンした。2020年3月31日に2020年度開始予定の京急品川駅改良工事のため品立品川が閉館した。品立羽田は営業を続ける予定であったが新型コロナウイルスの影響により2020年4月8日より休館した。 その後、営業を再開することなく、2021年3月7日に閉館となった。便宜的に北側に位置する店舗より若い番号を割り振っている。同じ番号にある店舗は、上に記した店舗の後を、下に記した店舗が使用し営業していたことを示す。他に、土産所、品立屋があった。品立羽田は、京浜急行電鉄、京急空港線。 羽田空港国際線ターミナル駅3階にて営業していた品たちの出張店である2016年4月15日にオープンした新型コロナウイルスの影響により2020年4月8日より長期の休館となり2021年3月7日に閉館した全3店舗1店舗にて入れ替えがあった福味と笑い豚は 品シち品川で営業したセッガオクの別ブランドであった。以下の作品、キャラクターとコラボレーションしたスタンプラリーが行われた。各店舗の対象メニューを注文するとスタンプを獲得でき、集めたスタンプ数に応じて商品と引き換えられた。また、 品立品川の閉館直前の2020年2月1日から3月31日までの期間にも品立品川ザファイナルと題したスタンプラリーが行われた。ありがとうございます。